河合安里は日本の政治家。広島県議会議員を経て、2019年に参議院議員に初当選したが、2021年に当選無効となった。旧姓は前田夫は元衆議院議員で、元法務大臣の河合克行。宮崎県延岡市出身。建築家の父親と政学家の母親の次女として生まれた。父は、 東京で働いていたが、多忙と生活の乱れから吐血して、故郷の宮崎に移り、設計事務所を開いた。バブル経済の崩壊などによりだんだん事務所経営は、厳しくなり、飲食業に手を出したりして、いろいろやってみたが、うまくいかず、最後に開いた焼肉屋の失敗を契機に、飲食業からも手を引いた。4歳の時に、宮崎市に移住。宮崎大学附属幼稚園。 宮崎大学附属小学校、宮崎大学附属中学校、宮崎県立宮崎大宮高等学校を経て、慶応義塾大学総合政策学部を卒業後、同大学院政策、メディア研究科修士課程修了。大学生時代の友人に、橋本学がいた。大学院では、政策と民営化、民間活力の導入を研究。大学院修了後は、 1999年に海洋研究開発機構2000年に科学技術振興事業団に勤務2002年4月から2003年3月まで広島文化短期大学非常勤講師を務めた2001年に河合克行と結婚科学技術振興事業団専務理事だった沖村賢治から結婚相手を探していた落選導入中の河合克行を紹介される 紹介者の沖村を交えて夕食を共にしたその日に、勝幸に見染められ、2001年4月20日に、広島市内のホテルで結婚式を挙げた。ナコードは、橋本隆太郎元内閣総理大臣。司会は、勝幸の友人で当時衆議院議員だった、吉川木森が務めた。結婚後、夫、河わ勝幸の選挙サポートを始めたことがきっかけで、 一緒に選挙区を回っていた勝幸から、君は政治に向いていると県議選への出馬を進められる。2003年4月の広島県議会議員選挙、浅南区選挙区は、前回選で、民主党、社民党の推薦を得て初当選した中国、電力労組役員の森本雅彦が不出馬。後継として、私鉄中国地方労組書記長の有本勝也が無所属、 社民党推薦で立候補することとなった。安座とは、無所属、自民党推薦で立候補し、有本や共産党新人候補らを破り、得票数4位で、初当選した。2007年の県議選で、自民党は、現職の石橋良造、同じく現職の佐々木博安座との3名に公認を出した。安座とは、得票数2位で再選を果たすが、佐々木は、 自転で落選した。2009年、自由民主党を離党し、広島県知事選に、亀静香国民新党代表や一部の自民県議の支援を受けて、立候補。自民党、公明党、社民党は自主投票に回った。連合広島の推薦と民主党の支援を受けた、元通産官僚の湯崎彦に敗れ、自転で落選。2010年には、 国民新党から第22回参議院議員、通常選挙広島県選挙区への出馬を打診されたが、合意に至らなかった。同年12月に自民党に復党。2011年の県議選に立候補し、当選、議員に復帰。2012年3月には、地域政党大阪維新の会が主催する維新政治塾に参加した。2015年に4期目の当選。 警察商工労働委員長、農林水産委員長、地域魅力向上対策特別委員長を歴任した。2019年6月22日には菅官房長官を弁士に呼んで演説会を行った2018年、自民党は翌年夏の第25回参議院議員通常選挙、広島県選挙区に向けて6選を目指す岸田派の溝手県政を公認済みであった。 ところが同年暮れ、安倍晋三首相や菅義偉官房長官らの意向を組んだ党本部は党県連に対し二人目を擁立することを打診。県連からは組織が分裂しかねないと一斉に反発が上がった。2019年2月19日、自民党の岸田文雄政調会長と天利明選対委員長が国会内で会談。天利は岸田に二人目の擁立に理解を求めた。 この時点で、候補者としては、自民党への入党を図る愛知県選挙区の無所属の、薬師寺道代参議院議員と、河井安里の名前が挙がっていた。準強制成功容疑で、刑事告訴されていた愛知2区を地盤とする、田畑武衆議院議員が3月1日に辞職。薬師寺は、田畑の公認を狙うこととなった。3月2日、自民党は河井を擁立する方針を固め、 3月13日に正式に公認候補に決定した。そして3月14日、広島市議会議員選挙に出馬する予定だった行政書士の竹原明が急遽安座との後継として立候補すると表明した。定数2の広島県選挙区において2人を公認するのは無謀であることから自民党本部が野党系無所属の森本正サではなく過去にもう過去の人などとして 安倍批判を行っていた溝手を潰すことを狙っていたとの見方がなされた。安倍首相と菅義偉官房長官の後ろ盾に自信をつけた安里と,と勝幸はすぐに買収工作に取りかかる。3月27日、二人は三原市内のビルの一室に天間幸則市長を呼び出し、勝幸は帰り際50万円入りの封筒を天満の背広の内ポケットに入れた。 3月29日、広島県議会議員選挙が告示される。勝幸は、無投票で6選を果たした、小玉博の事務所を訪れ、小玉に30万円が入った封筒を渡した。安里の後継の竹原明も、無投票で、初当選した。4月15日、党本部は、安里が支部長を務める、広島県参議院選挙区第7支部2500万円を、振り込む。 以後、6月27日までに、同支部と勝幸が支部長を務める、広島県第三選挙区支部に計1億5000万円が振り込まれた。一方、溝ゾへの支給額は1500万円だった。2回、都市広幹事長や菅義偉官房長官などの党幹部が選挙応援に訪れる中、安座とは豊富な資金をもとでに選挙戦を有利に進めた。 勝幸はインターネットとコンサルティングの業者にみぞてのイメージを悪くするよう依頼。業者は架空の人物を名乗り、みぞてや自民党県連が暗ざとをいじめるようなことをしているとブログに投稿した。勝幸は記事の具体的な内容まで支持する。一方、無所属の森本正春に対してはネガティブキャンペーンなどの工作は講じなかった。7月21日投開票の結果、 順位2位で初当選した。当閣報道後、選挙事務所で支援者を前に、私は常々自民党が2議席を取ってこそ、広島県自民党の勝利だと言い続けてまいりましたので、今日は万歳は差し控えさせていただきますと述べ万歳はしなかった。8月、菅官房長官を慕う無派閥議員17人が所属するひまわり会に入会。 10月4日に招集された第200回臨時国会で参議院経済産業委員会議員運営委員会災害対策特別委員会に所属することになった12月7日現在では参議院ホームページには経済産業委員会のページの委員名簿に安座との名前があったが議員運営委員会と災害対策特別委員会ページの委員名簿には安座との名前は見当たらず 参議院ホームページの河井安里ページでの参議院における役職等一覧も経済産業委員会のみになっていた。2020年3月3日、公設秘書が公職選挙法違反の疑いにより広島地検に逮捕された。同月28日午後4時半頃、衆議院議員宿舎で飲酒しながら薬を多量に服用し救急搬送されたが、症状は重くなかった。 第201回通常国会の会期末直前の6月15日現在では、参議院経済産業委員会、災害対策特別委員会、国際経済、外交に関する調査会に所属し委員を務めていた。6月17日、夫の勝幸と共に自民党を離党届を提出し受理された。議員辞職はしない意向を示していた。6月18日、 広島県内の地方議員や市長ら94人に投票や票の取りまとめを依頼し、契約2570万円の報酬を渡したとして、勝幸とと共に東京地検特捜部により逮捕された。7月8日、公職選挙法違反の罪で勝幸とと共に東京地裁に起訴された。9月12日、広島市中区東博島町にある事務所が同月中に、 閉鎖されると取材で分かったと報じられた。10月27日夜、東京拘置所から保釈。第203回臨時国会の召集直後の10月31日現在では、参議院財政金融委員会に属していた。11月25日、公設秘書の事件について、最高裁判所が上告を棄却し、公設秘書の有罪が確定。12月21日、 広島高等検察庁は連座制を適用し、安座との当選無効などを求める行政訴訟を広島高等裁判所に起こした。2021年1月21日、東京地裁は懲役1年4ヶ月、執行猶予5年の判決を言い渡した。1月下旬、自民党幹部は安座とが間違いなく近々に辞めるとして、 アンザとの辞職に伴う補選が4月25日投開票にナルトの見通しを周辺に伝えた。党県連はアンザトに代わって擁立する候補者の人選を水面下で進め、党本部は党県連が選ぶ候補者に公明党の支援を取り付ける方向で調整し始めた。2月3日、公選法違反の罪で有罪判決を受けたことを受け、アンザトは政策秘書を通して、 参議院に議員辞職願いを提出。同日の本会議で辞職が許可された。翌日4日には公式ホームページ及びツイッターのアカウントも削除。被告、検察ともに控訴しなかったため、翌日5日のレジに有罪が確定。当選無効となり、2026年2月まで5年間の公民権停止となった。なお、議員活動中に、河合に支払われた、歳費、 期末手当、文書通信交通滞在費は合計4942万円余りであり、当選無効になってもこれを返納する義務はない。当選無効による参議院広島選挙区の再選挙は、衆議院北海道2区及び参議院長野県選挙区の補欠選挙と同じ4月25日に行われ、野党統一候補の宮口春子が当選した。五月十一日、 広島高等裁判所は、有罪となった元公設秘書が、連座制の対象になる、組織的選挙運動管理者に当たると認定し、河合安里に対し参議院広島選挙区での立候補を5年間禁止する判決を出し、上告がなかったため、同年6月8日に連座制適用についても判決が確定した。これにより、公民権停止に加え、 参議院広島選挙区での立候補に限り2026年6月まで禁止となる。いずれも在職時代。ありがとうございます。